こんばんは。珍しい色の服着てるね。そうなんですよ。ボーイッシュ。あれ、3通目届いてない？今日メール何通届きましたか？3通送りました。届いた？そう、最近なんかボーイッシュな服にめちゃめちゃハマっていて、今日の服もめちゃくちゃボーイッシュです。今日も今日とってお腹が痛い。私の胃腸の弱さ何なんだろう。お化粧バッチシではないですよ、全然。アイメイク何もしてない。今日、あやなんちゃんのギルドと戦って負けました。どういうことだ。かき氷いつ行った？覚えてないの。結婚前です。結局昨日はどんな髪型でしたか？あ、何も変わってないです。そう、松葉すごいの。多分松葉がすごいからちゃんとお化粧してるように見える。松葉天才。アイアライブキャンセル待ち奥に当たったので平日だけ頑張っていこうかな。待ってる。アイアライブは本当にぜひ皆さんに見に来てもらいたいなって思う。めっちゃそうゴリゴリに押します。来ることをゴリゴリに押します。楽しみなんだ、アイアライブ。めちゃくちゃ楽しみ。秋服の服は入手したしてないです、まだ。買い物行きたい。アウターが欲しい。確かに、なんかアウターとかいつも展示会で頼むんですよ。コート展示会で頼んでるんですけど、今年の冬はなんでだっけな、なんか展示会に行けなくて、だから冬服をまだオーダーできていないという悲しみ。あやなの嬉しそうな顔見るたびに外れたことを話してます。ごめんなさい。あやなお昼バトフェス1回だけやった。いや結構お昼やってました。バトフェス1回じゃない。
そう、夕方にもやってました。結構共闘した気がする、ファンの方と。確かにスパイされたみたい。確かに私がログインしてたら分かっちゃうもんね。キャン恥ずかしい。ちょっとタブレットが動いちゃう。iPad が明日はあの晩最終回だよ。それなやばい、釣れちゃう、どうしよう。どうしよう、釣れちゃう、びっくりした今。事故事故。明日は午後から雨だね。そうなの？そうなの？知らない。明日雨なんですか？やばいやばいやばい。明日は2回公演です。え、待って、台風いつ来んの？知らない、全然ニュース見てないかも。全身ボイスです、今日は。明日の夜台風来んの？初めて知った。関東台風、8日夜、9日関東地方に接近上陸の際。じゃあ雨やばいのかな。でもさ、え、夜公演中止になるかもね。そんなに、そんなレベルの台風、え、そうなの本当に。なんかって言うてじゃん、いつも言うて。そんなに台風ひどくなくないですか、いつも。本当にそんな台風すごいんですか。びっくり。え、そうなの。知らなかった。え、そうなの、知らなかった。日曜夜から月曜朝に最接近。あらま、大人の魅力で綺麗なんだになった、綺麗に綺麗になったけど可愛いところも残っているのがヤナの魅力です。嬉しい。なんかこの間お友達と焼肉を食べに行ったんですね、普通に。
なんかそしたらそこのママみたいな、なんかおばさんじゃないけどママみたいな方に、なんかあなたなんかいくつみたいな、赤ちゃんみたいねって言われてなんか赤ちゃんみたいだからなんかお菓子あげる、これ持っていきなみたいな言われてなんかポップコーンみたいなお菓子をいただいたんですけど、おかみさんみたいな方、赤ちゃんと思って、そう悲しかった。え、よくないのよ、私は大人っぽく見られたいのよ。赤ちゃんって言われると思わなかった。悲しいよ。赤ちゃんか。でもめっちゃいいママだったけど。赤ちゃんかと思って。今日の服大人っぽい。大好き。嬉しい。ピエン犬、ピエン案件です。赤ちゃんはピエンです。よし、バトフェスやろうっと バトフェスログインしようっと。レベル23、最近までレベル5とかだったのに。23になった。あと16時間だよ。全然時間ないじゃん。もう凄い？やってるなってなった？バトフェス。今夜が勝負だそうですね。バーストはさ、いくら使ってもよかったんだよね。とりあえずバーストしとこう。あやなの腕前上がってるんですよ。結構勝てるようになった。イベント、あ、すごいチームナンだらけになった。そう、上手になったのよ。T シャツさん、あやなんちゃん、かわいすぎ、ありがとう。このさ、ボスめっちゃ強いよね、最後の。チームバーストかゆ。
早い、もう終わった。全部でね、今んとこ1万4000ポイントだから14ポイントくらいお力になる。あ、すごい、ほぼ綾なんか見よし。大事？12ポイントくらい。どこでポイント見られるの？なんか累計ポイントみたいなのがありますよ。みんなやなし、久しぶりに来たらギャルになってる。ギャルじゃないよ、ちょっと髪色が明るいだけだよ。ギャルじゃないよ。大きい、何このボス。バースト。なんでこんな強いの？みんなもう勝ったよ、すごっ、天才なの。連続配信おめでとう。そしてあんたのお疲れ様、ありがとうございます。なんか121日だって、もそんな、すごい、4000ポイントももらえたよ。なんで？すごっ、いきなり4000ポイントももらえた。初めてこんなもらえた、すごっ、天才。メタル倒したから。何メタルって誰？レアな敵がたまたま出た。そうなんだ、へえ、そんなのあるの？嬉しい。なんかメタルが出たらしい。へえ、初めて4000ポイントももらった。たまに2組目に出てくるよ。そうなんだ、みんな私のカードほぼ。めちゃ強いじゃん、すごい。自立も自立も。あ、でも1100ポイント ほぼほぼ篠崎アナを神押しにしてくれている。あと6分じゃん、そろそろ順位を読みますかね。今オートプレイナウ。
ドラのも可愛いですね。ありがとうございます。これ慣れちゃえば次バトフェスの夢あっても大丈夫だね。確かに。勝った。ちょっと順位読みますね。13位まさにさん、12位1位キリラとハッシュタグチームランさん、11位ハーフアットエブリデイイザヤナンデイさん、10位キモチンともちんチンさん、9位ラン94アットカプソダンさん、8位あやなんきれいだアットカプソダンさん、7位豆もやしアスタグチームナンさん、6位まさとアット明日オンデマで見ます台風に注意ハッシュタグチームナンさん、5位カメタロハッシュタグチームナンさん、4位オゲリンアットチームナンさん、3位ひろゆきハッシュタグチームナンさん、2位オレンジの新製品ハッシュタグ大人っぽく見られたいチームナンさん、1位スーパーラビモッチさんでした。ありがとうございました。今日もバトフェス残りわずかですが、残り時間最後まで一緒に頑張りましょうね。2万ポイント累計20ポイント貢献した。あ、楽屋配信確かにできたらやりますね。合間にてかめっちゃお手洗い行きたいいつも頑張ろうね。楽屋でのショールーム明日もできたらします。楽屋の雰囲気による。絶対16位以内を死守しましょう。ありがとう。ということで今日もありがとうございました。はい、ということでバイバーイ、おやすみなさい。チャラジェヨーヌルドカムサマリナバイバイ、おやすみ。